ピーマンがこんなにみずみずしいかというぐらい。切って詰めて焼くだけ。ご飯が進むピーマンのチーズ肉巻き。さあ今回もババッとバご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は今晩のチーズ肉巻きを作りたいと思います。じゃあ早速作っていきたいと思います。ババッとババご飯ピーマンのチーズ肉巻き、材料はこちら。ピーマン3個、溶けるタイプのチーズ 50g、 豚しゃぶ用薄切り肉6枚、薄力粉大さじ1、ケチャップ大さじ1、ソース大さじ1。まずはピーマンを切ります。ピーマンは。こういうふうに切ります。で、中の綿と種はそのまま使います。食べれますんでね、こちらね。で、このヘタだけ取れば、捨てるとかほんの少しです。種食べちゃっていいんですね。全然大丈夫です。で、言わなければ多分入ってることにも気づかないと思います。美味しく食べれますんで、苦味もないですし、食感も別に悪くないので。はい、でここに溶けるチーズを詰めていきます。今回は溶けるチーズですけれども、カマンベールチーズとかね、プロセスチーズとか入れても OK です。でこの種の部分が意外とあることによってチーズも溢れ出づらくなるので、はい、そちらもちょっと意外とポイントですね。種は置いた方がしっかりしづらい。そうですね、肉詰めピーマンとかも種残しておいた方が、剥がれにくかったりするので、お肉が。はい、じゃあこんな感じ でこれにお肉を巻いていきます。チーズが溢れ出やすいので、チーズが溢れ出ないようにこんな感じかな。巻いていきます。これはしゃぶしゃぶ用ですか？そうです。しゃぶしゃぶ用のロース肉ですね。これは。バラ肉とかでも大丈夫です。巻き終わりが若干この上に来ると剥がれづらいかもしれないですね。じゃあこちらに薄力粉をまぶします。ちょっと接着剤的な役割もしますし、あとでソースにとろみもつきますし、お肉も硬くなりづらいので。これ薄力粉つけてますけども、片栗粉でも OK です。なるべくね、この巻き終わりの接着面を重点的に。よし、こんな感じでつきました。じゃあフライパンに並べていきます。もう油は引かなくていいんですか？はい、チーズはどうしても出てきてしまうので、最初に接着面を焼いてから裏返しましょう。で出たチーズはまたインすればいけるでしょう。じゃあ焼いていきます。強火で最初カットいきます。豚肉の油が出てきますんで、チーズもね、油があるので油なしでいきます。おばさん、ピーマン今日この料理作ってみますけど、他にどんな食べ方ですか？ピーマンはやっぱ肉味噌みたいなの作って生で食べることも多いですね。かじって食感がいいですもんね。どうでしょうか？音変わりましたね。そうですね、最初強火でガッと焼いていただいて、で接着面がいいですね。接着面がくっついたらこう返します。したらもうちょっと弱火にしますね。最初強火で、あとは中火ぐらい。はい、ちょっとこういうふうに隙間が空いてたら、ここにもうチーズをねじ込みましょう。後入れでもいいね。チーズ出てると美味しそうですもんね。ね、ちょっとね、見えるといいですよね。さあ、そしたら蓋をして焼きます。ちょっと蒸し焼きにします。
じゃあ大さじ1ぐらいのお水を入れて蒸し焼きにします。肉巻きって意外とこう肉が重なってる部分に火が入りづらかったりするので、あとこう野菜とくっついてる面も表だけ焼けてるけど中側が焼けてないということもあるので、蓋をしてしっかりと火を入れます。素晴らしい、いいですね、いい感じに火が通りました。ちょっとこれね粉っぽく残ってるので、これはもうソースに絡めて、じゃあここにウスターソースですね、ウスターソースとケチャップを大さじ1ずついきましょう。でもこの焼いてるフライパンの中に入れちゃいます。これで先ほどの薄力粉がですねいい感じにとろみをつけてくれるんでソースになりますんで、これ今ケチャップとソースでやってらっしゃいますけど、はい、他の味付けとかありますか？なんか他の味付けは、めんつゆにお砂糖入れたり、お酢入れたりとか、して甘酸っぱく、甘酢あんっぽくしたりとかもいけますし、ピーマンとチーズとお肉に合いそうなソースにあれば、何でも、焼肉のタレとかでもいいですし、こんな感じで絡めていくと、しっかりとソースが、とろみがつきますんで、でこれを盛り付けましょう。ソース入れる。はい、こちらでピーマンのチーズ肉巻き完成しました。それではいただきます。いただきます。うん、中にチーズがたっぷり入って、ピーマンがこんなにみずみずしいかというぐらい、最初に表面に焼いて船型にして焼いたので中に水分がたっぷり詰まってますね。おいしい。肉はやっぱりたっぷり、ピーマン半分に1枚ぐらいがいいですね。食べ応えあって、チーズもあんまり詰めすぎず、このぐらいの量がちょうどいいと思います。そしてなおかつ種と綿は全く気になりません。多分切ってみない限り気づかないと思います。うん、美味しい。これだったらピーマン嫌いな方もいけそうな感じですか？これはピーマンが前面に出てるんで、ピーマン嫌いの人は無理だと思います。はい、もう前面に出てますか、これも、ね、何も隠すことなくピーマンダメな人はダメですけども、ピーマン好きな人におすすめのピーマンのチーズ肉巻きですね、チーズを入れるときにピザソースなんかを中に一緒に入れたりしても美味しいので、いろいろちょっとアレンジをしてみて作ってみてください。というわけで今回は、ピーマン料理を紹介しました。よかったら皆さんも作ってみてください。そしてチャンネル登録と高評価の方もお願いします。以上、ババッとババご飯でした。